はいどうも皆さんこんにちは、ピヨキングです。今日はですね、僕の動画に数少ない本当にね貴重な数少ない YouTube のコメントでコースをいただいたんですが、このコースがね本当とても難しそうで、コースを受け取ったからにはねぜひこのコースをクリアしていきたいと思います。見てわかる通り3849回チャレンジして4人の方しかクリアしてないんだよね。でクリア率もね 0.1%。 このコースめっちゃ難しそうじゃない？このコースをね提供してくれたアダブさん、ありがとうございます。それじゃあ早速遊んでいきたいと思います。鬼マリオ鬼鬼。いや難しいのはね好きなんだけど、どんくらい難しいのかなこれ。よし上にあるのか上に針があるのか。よし、じゃあねあの上の針を気をつけながら行こう。で右ここ難しい。いやこのね早く動くレーン結構難しいよね。よし、このまま走ってジャンプ OK。 そしてあなるほど、そこでドッスンが落ちてくるから避けなきゃいけないのね。でさらにピンクコインも取るのか。オッケーオッケーオッケー、分かった。危ない危ないよし、でここでドッスンを落とす。長い長いから、でジャンプ。え難しくないこのコース。でもね絶対俺がクリアするから待っててくださいね。よし、でここ長いの来るからジャンプして避ける。そしてドッスンが来て、よし待って待って、分かった。これドッスンを下に落としておいて、ドッスンを上からね飛び越えてピンクコインを取ればいいんだ。じゃあその通り行ってみよっか。まずドッスンを落としておいてドッスンを飛び越えるんだけど、このドッスンがなかなかね飛び越えられないんだよね。アイテムとかないかな。アイテムとかあったら簡単なんだけど、待って待ってなんだこれ。多分ピンクコインを全部取らなきゃきっとゴールできない仕様になってるよね。これはスネークブロックか。スネークブロックに乗っていきましょう。よし、でこれ P 踏んでいいの？ OK。 嘘、これは上に乗ってオンオフすればいいのね。 OKOK。 よし、このスネークブロックに乗ってでまず P を踏んで、でオンオフして行ってみるか。そしてどうするんだろう。でジャンプで、このえ待って待って待って、これオンオフしない方がよかった。オンオフするのはダメなんだ。じゃあオンオフをしないでいこう。オンオフしないように赤コイン、いやピンクコインを取って、あの上をね越えればいいってことでしょう。ここを越えるとオッケーマジかよ。なんつってもねクリア率 0.1% だからね、それは難しいよね。よし、ジャンプ OK。 そして早く行き過ぎるとファイヤーバーに当たっちゃうから、ここでちょっと待って、スネークブロックに乗る。で P を踏んで赤コインのとこまで行こう。そしてここなんだよな、鬼門は。問題はここなんだよな。よし OK。 そしてこれはどうやって行くんだろう。走っていくのはダメか。なるほど、あれワンワン倒すのか。右の方にね青ブロックがオンオフしたら出るから、それでワンワンをきっと倒すんだ。だからスイッチオンオフのところまで行かなくちゃいけないってことね。オッケー、そしてここでワンを倒す。あミスった、ミスっちゃったよ。まあ、それでも倒し方生き方はね分かったから行きましょう。オッケー。そしてこのまま待っててスネークブロックに乗る。で P を押した瞬間ジャンプね。でピンクコインを取ってあの音符のところまでジャンプで行ったらすぐに右に行かなくちゃ、トスにやられる。オッケー。でここなんだよな。でここを右に渡ってあっちゃー。よし、これは走っていくか。そっか、小ジャンプで雲を渡らなきゃいけないのかな。よし、ここまで来たのはいいんだけど、よし、ここでワンワンを倒しておいてどうするんだろう。
でブロックを出しておいて小ジャンプ小ジャンプ難しい。そうですよね、難しいのは本当に。よし、オッケー。そしてワンワンを倒す。あ、倒せない。ワンワンをここか。オッケー、いいね。そしてこの状態で小ジャンプだな。こんくらい練習しておこう。こんくらいだ、こんくらいか。オッケー、この状態でオッケー、いいね。そしてこれ右に行かなくちゃいけないね。これほんと難しい。いや、アダムさんね、ほんとすごいと思います。なんでかっていうと、アダムさんっていう方は投稿者が簡単にクリアできるようなルートをね、作成してないんですよね。だからアダムさんはね、このコースを作って、なおかつコースをね、クリアしてるから本当にすごいと思います。この方はね、いろんなコースを作ってて、楽しそうなコースがいっぱいあるから、他のコースもぜひね、やってみたいと思います。で、このまま右に行きましょう。よし、で、ワンワンを倒します。そして、小ジャンプね、小ジャンプ、小ジャンプ、オッケー。で、このピンコインも取りたい難しい。このピン、よし、来た。で、このままジャンプ、オッケー、いいね。そして右に行ってみようか。右に行ってみてどうするんだろう、これ。あ、クリボーが出てきたぞ。クリボーが出てきて、どうするんだろう、これ。まあいいか、とりあえず。危な、ここの赤ブロックを出しておいて。あら、これどうするんだろう、ちょっと考える。これ本当どうするんだ。危ね、危ない。よし、あ、で、この状態でクリボー出すとか。来い、来るんだクリボーよ。オッケー、来た。で、だからなんだっていう話だよねだからなんだっていう話だよね。はぁ、上にどうやって行くんだろう。さて、ここまでで来たものはいいんだけど、ここをどうするかなんだよな。ちくわブロックまでの行き道が全然わかんないんだよね。なるほど、わかりました。このピオキング、まずこれはね、クリボーを左に出した瞬間右に行く。そしてジャンプ、オッケー、来た。うおー、待ってこれどうしよう、どうしましょう、これ。これタイミングだな、すげえタイミングだぞこれ。よし、わかった、このタイミングだ。よし、うお、よし、あと一個、あと一個ですけど、あと一個なんですけどでかいよドッスン。下のドッスンがこっちに向かってきた瞬間にジャンプ。よし、そしてこのまんま下に行くか。一回ドッスンがこっちに来たところで下に行こう。下に行く。待って、これ危ないこれ右に渡れってこと？え、めっちゃ難しいじゃん。渡るのほんと難しくない？ドッスンがね、めっちゃ来るんだよね。どのタイミングで行けばいいかちょっと難しいな。下になんかリフト乗るやつがあるんだよね。なるほど、リフトに乗って行けってこと。だからここで一旦、あ、え、当たった今。さて、クリボーよ、わしをあげてくれクリボーよ。よし、オッケー。そして下のドッスンが来るタイミングでジャンプマジかよ、ジャンプミス。はい、それじゃあまたツタンのところまで来たけど、今度はね、頑張って下のね、リフトに乗りましょう。で、ドッスンを倒しておいて、よし。で、このまま上に行けばどうなるんでしょう。え、リフト来ないね。え、リフトどこに行ったの？え、リフトは？リフトどこ行った？なるほど、下から右のツタに渡っていけってことかな。そうっぽいぞ、なんか俺めっちゃ難しく考えてた、もしかして。こっからどうかしていけないかな。ちょっと頑張って行ってみよっか。あのね、火の玉が下に行って、ドッスンのタイミングで、で、このタイミングでいける。オッケー。あ、待って、危ないここは危ない、ここは危ないだ。よし、で、降りよう。オッケーオッケー。で、こういう感じで、なるほど。よし、で、このまま渡れる？渡れるかな？いいね、渡れた。
そして今度はいっぱいあるファイヤーがもう嫌だ。あのでっかいの吐くの早くない？ちょっと待って、危ない。危ないから、危ないから、もうやめてやめてやめて。ちょっと一旦落ち着こう。一旦落ち着きましょう。この辺から右にジャンプしていこうか。よし。そしてもうこれはこれはやばい、これ待ったら死ぬやつだ、待ったら死ぬやつだ。このままジャンプして。くっそー、これはこんな感じで行くのか。やっとわかった俺、これ簡単じゃん、こっちの方が。俺めっちゃ難しく言ってたよ。でこれは一気に行った方がいいと思うんだよね、ここで。ジャンプで、ここもジャンプ、オッケー。でこれはちょっと待っておくれ、俺を狙わないでおくれ、炎よ。ちょっと待って、これ鬼じゃない、この炎の数。めっちゃ狙ってきてるしね。どのタイミングで行こうか。あの棍棒がね、棍棒でいいのかな、このタイミングだ、オッケー。そしてこれはこれはどのタイミングでオンオフをすればいい、こんな感じかな。うわ、みんな死んだ、やったね、よし。そしてこれは、待って、めっちゃ狙ってきてる俺らを。めっちゃ狙ってきてる、どうしようどうしよう、これはどうすればいい。あら、これどうやって行くんだろう。あ、もう一回オンオフした方がいいのかな。もう一回オンオフをして、そして待って待って、狙いすぎじゃないこれ。え、下に行けないんだけど、時間がないな、時間がない。タイミングによってはいけるんだけど、このタイミング、あ、よし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 。そしてどうだこれ、あのツタに行けばいいのか。ツタに行きましょう。あ、え、針当たんの、マジかよ、針に当たるのか。もうちょっとでゴールだと思ったんだけどな。でもまだね、5つ目のピンクコインが取ってないから、多分最後らへんにあるんだろうね、ゴール前かな。で来ましたよ、俺の苦手なチョビジャン場面が。でこれワンワン倒せなかった。オッケー。そしてこの俺の苦手なね、チョビジャン、よし、オッケー。でこのまんまチョビジャン、あー、多分一番やられてるのはあのチョビジャンのとこ。本当にあのチョビジャンきつい。いかにね、自分がチョビジャン下手なのかわかるわ、このコースやってたら。チョビジャン練習しておくか。あのチョビジャンを意識しすぎてジャンプにならないでそのまんまね、落ちて死ぬっていうパターンも結構あるんだよね。よし、それじゃあね、また来たけど頑張っていきましょう。これ最初はいいんだよね、チョビジャンじゃないでも。ただ次からはパックンがいるから、ブラックパックンがいるから、見てほら、今みたいな感じ、もうほんと嫌。これ上から行けるくない、こんな感じ。オッケーオッケー、なるほど、ああやっていくのか。見てろよ、制作者アダブさんよ、これで俺はすぐねクリアして新ゼオではないか。今までね、めっちゃ苦労したこのチョビジャン場面、ちょっとパックン倒されて早く。パックン、よし、オッケー。そしてここか、うお。まさかのクリボーに KO マリオ。ドッスンのこのタイミングがあるんだよね、右に行けるタイミングっていうのが。今か、よし、オッケー。そして右の針に気をつけましょう。オッケー。でここ行ったらいい、これ下行っていい、大丈夫、嘘。ツタに捕まっておかなくちゃいけないの。今か、違う、今じゃないな、難しい、ここ。このタイミングは本当に難しい。あ、今行けたな。よし、もう一回見計らおう、次ぐらいかな。ダメだ、これは狭い。え、難しくないこれ、なんなのこのドッスンたち。ここか、オッケー、いいね。そしてこれは、おし、オッケー。難しいんだよこれ本当に。ジャンプ、オッケー。で、ジャンプ。ちょっと待って、誰か来た。あ、どうぞ。あ、すみません。はい、はい。ちょっと。はい、はい、はい、どうも、すみません。ありがとうございます。失礼します。はい、今ね、宅急便で
お米が届いちゃったよ。スタートしたよ。いいところだったのにね。ごめんね。じゃあ続きからやっていきましょう。そしてこれは下に落ちればいいのかな。落ちたら絶対死ぬっぽいんだけど。じゃあ落ちてみるか。で、うそなるほど。ここで P を踏んだ瞬間に右でゴールか。あそこで初見殺しはきついな。結構ゴールが見えたと思ったんだけど、もうね、光がプワーってね、目の前に広がってたんだけどね、一気に奈落の底にね落とされた感じ。めっちゃきついわ。お米が届いたせいだな。気分が持っていかれちゃったぜ絶対関係ないよね。まあいいや。でもこのピオキング諦めませんよ。絶対に絶対にクリアするから。負けたまんまで終わるなんて悔しいでしょ。まあ鬼畜コースっていうのはだいたいね、上手いとか下手とかよりもやっぱり何回かやり込んでいけばだいたいできるんだよね。鬼畜コースは基本的にね、コースを覚えることが鬼畜コースの攻略法になると思います。この針がなかったらだいぶ違うんだけどな。このマリオの鬼畜コースもそんなにね、鬼畜じゃなくなるんだけど、針を使うことによってやっぱね、鬼畜感が上がるよね。ドッスのタイミングも意外と難しいんだよな。このね、火の玉が上に行ったところで青リフトに乗っていこうか。この火の玉、名前なんて言うんだろうね。この辺まではね、やっぱスムーズに来れるようになってるんだけど、まだ難しいな、やっぱり。この辺からジャンプ、オッケー。右のパックンは上に火を出させよう。そしてこの状態ですぐ右に行きましょう。そしてこれね、早めに倒しておかないときつくなるもんな。よし、さっきの感じじゃ一番下に P があったから、P を踏んですぐ右にジャンプしろっていう感じだったよね。それを忘れないで行きましょう。せっかくあそこまで行ったのにね、死んじゃったらもったいないからね。ちょっと待って、これ結構難しいぞ。よし、今だ。よし、 OK。 そしてパラシュートを出させよう。ジャンプで、ここもジャンプして、タイミングが大事だぞ。 OK。 そしてこれはジャンプで、ジャンプ、ジャンプ、オッケー、来た。これでクリアなのか。クリアじゃないのか。うそ、ここで、マジで。ちょっと待って、やめてくれ。これ踏めんのかな。よし、オッケー。ここでボスかよ。危ない危ない、火は危ない。やめてくれ、やめてくれ。よっしゃやった。これどうなってる？左でいいの？これ左でいい？やったよかったー、クリアできました。めっちゃ時間かかったよ、このコース。鬼マリオ、鬼鬼。俺そんなに上手くないから1時間以上かかってる。動画を見てる皆さんも、このアダブさんっていう方は簡単なコースからね、めっちゃ難しいコースまでマリオメーカー2の中で投稿してくれてるから、ぜひ遊んでみてください。それじゃあ今回コースを提供してくれたアダブさん、ありがとうございます。それじゃあまたね。